What's up, ただいまワンポイント英作文始まりますということで今日はワンポイント英作文のレッスンということをねやっていきたいと思うんですけども、この講座ではですね、えー、大学入試でよく問われる和文英訳ね、日本語から英語にしなさい。で、かつ、まあ、よく書かされるテーマ的なものと、文法テーマ的なことと、あとはそのまま日本語から英語にするとハマるよみたいなパターン。えこれをですね、あの、詰め合わせにして、 あの、ぎゅっとして、あの、提供していきたいと思いますので、えー、特にね、あの、和文英訳が必要となる受験生にとっては、ぜひ行かしてもらいたいなと思います。はい、で、早速なんですけども、今日のテーマね、入っていきたいと思います。では、電子黒板に行きましょう。はい、では早速ね、ね、えー、レッスンは始めていきたいと思うんですけども、今日みんなに書いてほしい表現というのはですね、ピンと。はい、インターネットには就職に役立つ情報がある。はい、これを、ね、 日本語から英語に直してみてください。では、thinking time! どうぞ <noise> はい。ではですね、早速、まあ僕が、あの、生のね、授業で教えている、えー、生徒に書いてもらった回答で、 これを、あの、添削するところから始めていきたいと思います。ポンはい。There are some information in the internet which help you to get a job. はい。なんか、一見良さそうなんですけど、間違いポイントがいっぱい敷き詰められてますね。はい。まず、僕たち日本人は、ね、いるとかあるね。今日、インターネットには就職に役立つ情報がいるとかあるとか言われたときに、やっぱり、ゼアリゼアラ表現使いたくなります。ゼアリゼアラ公文ね。えー、あの、使えばいいんです。 使えばいいんだけれども、使うときの注意点としては、ゼアリズのゼアって副詞だよね、一応ね。M だよね。で、SV 取りなさいって言われたときには、この VS の50になるでしょ。ね。R が V で、サムインフォメーションが S でしょ。で、ただでさえ SV から始まる文章で、三端の S 付け忘れてもうたーとかね、なっちゃうね。ね、えー。私たち日本人がですね、ゼアリズ構文使うときなんていうのは、なおさら。もう MVS の50になるわけだから、 後ろの主語に合わせて、is な,なのか、a なのか、was なのか、w e r なのかを決めなくちゃいけませんよね。なので、いろある表現の時にゼアレス構文、OK。OK なんだけれども、ちゃんと後ろの s に合わせて、ね。あ、当然、インフォメーションっていうのは、不可算名詞だからね、some information であろうと、no information であろうと、match information, a lot of information であろうと、たくさんあったとしても、単数扱いになるわけだから、はい。 サムインフォメーションに合わせてあげて、there is some information にしないといけないよね。はい。で、あとは、インターネットには、はい、インターネットではとか、インターネットにはと言ったらなんか場所っぽく感じてね、イン使いたくなるんでしょうけれど、インをね、使いたくなることもあるんですけれども、インじゃなくて、接触のオンにしてください。で、あと、インターネットには、まあ、ザをつけてあげるってことと、あと、インターネットは、 大文字もともと大文字表記だったんだよね。半分固有名詞みたいなものなので、特別扱いの意味で大文字。大文字からスタートするんだけれども、もう僕たちの生活に浸透しすぎて、それが当たり前になった時に、その特別扱いしなくてもよくねっていう風になってきてるんですよ。なので、2016年かなあの時事通信がもうインターネットの愛、はい、もううち小文字できますわって言い出したぐらいから、ちょっとあの、 小文字、インターネットがいっぱいあの溢れてはいるんだけれども、やっぱり受験業界ちょっと遅れてるかもしれませんし、いや、わしは大文字しか認めんっていうね、厳格なね、方が採点するかもしれないので、一応インターネットは大文字にしている方がまあいいかなというところです。はい。で、あとはですね、はい、ゼアレス構文使う時の、もうあの、注意点っていうと、やっぱりね、関係詞を使うことになってくると思います。ね。要するに、この、就職に役立つっていう、ね、 えー、この、情報にかかる部分だよね。これを、あの、関係詞なり、えー、分詞なりで表現しないといけなくなってくると思うんですけれども、関係詞を使う場合っていうのは、はい、注意点。はい、先行詞。先行詞がどれか、ちょっと色変えておきますね。サムインフォメーションなんですよ。サムインフォメーションなんですよ。先行詞に合わせて、今度は、ここと、 関係詞飛び越えた向こう側の SV 対応も見なくちゃいけない。ということは先行詞が単数のものであれば、ちゃんと関係代名詞主格の場合は、その向こう側を、ちゃんとね、対応させてあげないといけない。ヘアオプスにしないといけないよね。いいですね。はい。なので、there is 公文を使うことは関係詞を使うことにもつながり、関係詞を使うってことは、あの、主格の場合ね、 先行書の SV 対応を考えなくちゃいけなくなるということになりますので、まあ、これだけ間違いリスクが多くなってくるよねと、と。あと、ヘルプ p a l o V に関しては、はい、d e t 省略するのが一般的なので、当然なくても OK です。ヘルプス you to get a job, no はなくてもいいです。で、あと、別解的に言うと、まあ、get a job でもいいし、take a job でもいいでしょうし、まあ、仕事を見つけるという意味では、find a job なんかでもいいでしょう。はい、でもね、ゼアリス r r 文使うときにはこれが注意点だよね。 はい、じゃあ、それを回避するために、どういうような表現があるのか、はい、確認しましょう。はい、では、there is 公文を回避するために、どういうふうにして、えー、組み立てていくと簡単に書けるのかっていうと、はい、シンプルに、数量形容詞から始めて、名詞 V。この文章を作ってあげたらいいですよ、と。ね。例えば、no 名詞 V。there is, no 名詞。ほにゃららなってつけるんじゃなくて、もう、no 名詞 V。 もうこれでいいんですと。で、V する名詞がいない、いないね。で、ほとんどない、いないにするんだったら、few。深さ名詞の場合は、little。ね。で、えー、ちょっとあるんであれば、加算名詞の場合は、a few。a little。ね。深さ名詞の場合は、a little。ね。であとは some、s m e ねで。あと、たくさんあるっていう場合は、加算名詞の場合は、many。深さ名詞の場合は、much。ね。あ、ろとばはどちらでも使いますね。なので、こういう名詞から、あの、始めてもらったらいいわけです。 はい。例えば、そういう人がいると。ね。そういう人がいる、ね。そのように言う人がいるっていう文章を組み立てなさいって言われたときに、there are some people who say so. もちろんこれも OK なんだけども、ね。いるっていうのであれば、もう、some people から始めたらいいじゃんと。some people say so.some people say so. そのように言う人がいる。4語で表現できるじゃん。こっちの方が簡単じゃないね。 で、こっちの方が簡単な上にメリットとしては、関係詞を使わなくて良くなるってことはね、はい、さっき説明した先行書、関係詞の後ろの動詞のこの対応関係で減点されるリスクがなくせますし、はい、そして二つ目のメリットとしては、この数量形容詞名詞部から始めることによって、どれだけの名詞があるのかっていうのを、この出だしの数量形容詞をコントロールするだけで、いろんなバリエーションが一気に作れるでしょ。 なので、すごくおすすめです。だから逆に、イメージとして、読むとき訳しなさい。英語から日本語に訳しなさいって言われたときには、頭に、t h e r e is there, are があるようなイメージで捉えてもらったらいいんだよね。先ほど言ったけれども、some people say so. そういう人がいるよねっていうのも、頭の中に、t h e e are, some people をちょっと、あの、補ってあげたら、say so にそのままつなげてあげるだけで、そのように言う人がいると。 ね。えー、表現が日本語にするのも簡単だというところになってくると思います。はい、じゃあ、あこのお形を使って先ほどの文章を戻っていくと、はい、じゃあこれ修正したやつをさらに直しますね。もうサムインフォメーションから始めてあげて。はい、サムインフォメーション全インターネットを主語にしてあげて、えー、helps, you, to はあってもなくても立ち上げるね。 Get a job こっちは楽じゃねというところですね。であとい、インターネットを見たら、ね、あの、見つけられるよーっていう気持ちを入れてあげようと思ったら hel、helps じゃなくて、well help にしてあげていいですね。can help にしてあげてもいいよね。well help you to get a job.well help you get a job. はい。で、このね、助動詞会でまた説明するんですけど、 この助動詞を使うことによって、三連称単数の付け忘れリスクを減らすことができます。これは難関の,あの過去問解説でも言ってるんだけど、うわ、自分、ちょっとあの三単の S もうっかりし、しがち傾向を認識してるんですっていうような人は、あの、助動詞をつけてあげると、三単の付け忘れ、あの、あの原、減点リスク、あの、なくせますからねだから。サムインフォメーションが主語になってるわけだから、w i l l help。だとか、can help。 ウィルとかキャンとかつけてあげるっていうのも一つの逃げ道になってくると思います。で、あとはですね、インターネットでっていう時のこの表現として、ね、もちろん、オンインターネットもいいんですけども、はい、一語で便利な単語があります。その一語というのは、オンライン。はい、オンラインっていうのこの形容詞は、あの、サムオンラインインフォメーションでもいいし、高知就職でサムインフォメーションオンラインでもどちらでも構いません。 サムオンラインインフォメーションでも構いません。このオンラインという単語がなぜいいのかっていうと、オンラインの接続状態にあること、名詞形でもオンラインだし、ね、サムオンラインインフォメーション、サムインフォメーションオンラインみたいに、形容詞形でもオンラインだし、あとは副詞形副詞でもオンラインって使えるんですよ。なので、えー、I bought a book、えー、オンラインみたいな感じ。とある本を、あの、インターネットで買いましたみたいな。 もちろん、温泉インターネット使ってもいいんだけど、オンラインっていうこの一語で、あの、名詞も形容詞も副詞もカバーできるので、今後、インターネットでとか、ね、インターネットのとか、えい、ー、う時には、オンライン。これをぜひ使えるようにしておいてもらったら、えー、これまた便利だと思いますし、実用的だと思います。はい。ということで、えー、今日のテーマは、ゼアリズゼアラー構文使ってもいいんだけども、減点リスクが多くなるよということで、数量形容詞、名詞 V から書いてみたら、 どうというのは私の提案でした。はい。ということで SV を減らす工夫。はい。えー、このテーマですね。えー、数回続けていきたいと思いますので、えー、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。また、お目にかかりましょう。グ u c クバイバイ。はい。今日の動画もお疲れ様でした。今日出てきた表現がね、ちゃんと自分の手で、口で再現できるように、しっかり復習していきましょう。そして、みんなの明るい未来を一緒に、 ゲットしていきましょうありがとうございました